裕太くん、なんだお墓ありがとう10個。なんかすごい初見のやつがいっぱいある。川谷さん、コウモリありがとう。白鷺さん、お化けありがとう。かまちゃん、なんだこれは、なんですかね、このなんか青いやつありがとう。ゆうたく、緑のお墓ありがとう。かまちゃん、お墓ありがとう。わかんない。ヒルインハドさん、お化け。山崎さん、お化け。かまちゃん、お化けありがとう。スプマンテさん、帽子10個ありがとう。カメさん、ハッピーハロウィンありがとう。ハロウィン。お墓ありがとうとか言ってるの。なんかね、なんか音だけ聞いてる人がえってなりそうな。見てください、今日はなんかね、レッスン着にしようと思ってロンティーを買ったんですよ。それがさっきほんと30分前ぐらいに届いて、見てください、ありがとう。今日ありがとう来てます、ありがとう来て配信中です。しかもうがない、ありがとう、センキューでもなくありがとう、ありがとう来てます。今日家から一歩も出なかった、頭が痛くてずっと寝てました。パンちゃんとさ宮島に行くってさあ約束したけど、今日行けなかった、雨だったから。私もカフェ行きたかったけどもう寝てました。カフェ行きたかったな、パンコちゃんたちカフェ行ってた、断っちゃった。おみかわさん、回復薬ありがとう。直します、もう今日はね、あの21時までには寝るって決めたのでもう寝ます。いっちゃん、お墓ありがとう。ね、待ってくださいよ、体調悪い話の時にお墓来ちゃった。わあ、11月13日購入しました、ありがとう。サイン会ですね、ありがとうございます、嬉しい、やったね、楽しみですね。エビちゃん、お化け10回ありがとう。そう、多分雨だからだと思います、雨だからね。そう、私アンピンのそう早寝早起き部みたいなやつに入ろうと思って、だっていつもね朝ね、どれだけ遅く寝ても4時に寝ようが1時に寝ようが朝7時に目が覚めるんです、自然に。だからもう早起き部、一人早起き部だもん、もともと。明日は特に早いわけじゃないけども寝ます、寝る。トモチさん、お化けありがとう。リンタロさん、お墓ありがとう。そう、台風ね、なんかさツイッターの検索のところを開こうとしたら台風情報出てくるから、それで知りました、それで知ったよ。いっちゃん、お化け10個ありがとう。10人、早起きして何してる、朝ごはん食べて踊ったりとかしてる、そしたらもう昼になってます、昼過ぎてって帰ってきてご飯食べてってしてます。ゆうきさん、コウモリ10匹ありがとう。もう寝るだけだよ、お風呂も入ったしね。月曜日みんなは外に出ましたかね。今日の外はどうだった、どんな天気でした。私さ、宅配便のあのさっき宅配便を受け取ったんですけど、このありがとうの T シャツを、それを玄関の前に置いてもらったから、それを受け取るために玄関開けたぐらいしか外を感じてないんですけど、今日はどうでした。
今日の外はどんな外でしたか。ひろっちさん、ハッピーハロウィンありがとう。ハッピーハロウィン、お菓子欲しいね。かまちゃん、コウモリありがとう。100個。寒かった今日。あら、そうなの。私はね、モコモコのパジャマを着て過ごしてました、今日。あとこのモコモコの毛布、去年買ったやつが役に立ってます。これをこたつ代わりにしてる、ソファーでは。あと昨日からね、毛布を出した、お布団の。あとさね、全然話変わるんですけど、明日ミクチャあるのでよろしくお願いします。ミクチャ明日は何時、22時からミクチャなので、その前にショールームしてからミクチャをしようと思います。ミクチャ。クロさん、ハッピーハロウィンありがとう。カーダリス、お化け40匹違う、50匹ありがとう。ピキ50人ありがとう。ミクチャ、そう、夜だからさ、歌おうと思ったら夜だったんですよ、時間が。だからどうしようかなって思ってて、でもミクチャってカラオケがショールームに入ってない曲とかあったりして悩んでます。ボソボソ歌うか。でも普通に喋ってるだけでも結構あれだから、どうしようかなって思ってますね。ぜひ、まあ、今回なんかイベントなんですけど、そうですね、まあ、楽しく配信できればいいかなと思ってます。楽しくできればいいかなって感じです。なのでよろしくお願いします。なんか、なんて言ったらいいんだろうか。そうですね、ガチガチガチいうわけじゃなく、普通に楽しく配信しようかなと思ってます。そうね、まあお仕事がもらえるチャンスではあるんですけど、ちょっといつも通り配信しようかなと思ってます。今の時期お話し会とかもあって、ファンの皆さんね、あの生誕祭とかもあったりして、皆さんに負担をかけてしまうので、ちょっと今回のイベントは楽しく配信できればなって思ってます。またなんか七並べとかでやりたい、なんかこれ本気で頑張りたいみたいなやつがあったらまたやるので、なんか今回は楽しくできればなって思います。そうなんですよ、私さ、もう他のメンバー1回目終わってたり2回目終わってたりとかなんですけど、私明日初日で最終日2日目だから、そうなんよ、まだないよ。うずちゃん、お墓ありがとう。お墓よろしくお願いします。え、背景さ、ひまわり畑あるかな、ないんかな。ね、見てよ、今日届いた、このありがとうと一緒に届いた布団のシート。ねえ、ソラハさん、そう、ソラハさんね、あのお休みの日に誘ってくださるんですよ。今日、昨日かな、昨日だったかに、日付変わったぐらいになんかファイシエって来て、ファイシエ今日お休みみたいな、今日日曜日お休みみたいな、日付変わってほんとすぐ来たから、今日お休みって来て、あ、なんか予定あるって来たから、予定ありますって言って、行けなかったんですよ。したらなんかみなみさんと行ったみたいなの聞いたんですけど、私本当ですか。誰でもいいんですか、ソラハさんは。ソラハさん、アンナちゃんにさ、ツイッターで大好きピーとか言って、誰でもいいんですか。
ご飯が食べれれば。私も行きたいんですよ。嫌で断ってるんじゃないんだ。サトシンさん、ハートありがとう。よし、開ける。じゃーん、ちょっとタグ取る。タグちぎります。ゴミ箱に捨てます。はい、これ布団に敷くモコモコのやつを買いました。寒いからね。今は白使ってるんですけど、ちょっとなんか今はボーイッシュになりたい期間中なので黒にしました。もう白がなかったから黒にしました。これはでもちょっと匂いがあれだから洗ってから使います。もう出れなくなっちゃう布団から。今日もスーパー行かなきゃだったのにさ、出るのめんどくさくてさ、家にいました。わーい、これを敷いて寝るんだ、僕太郎。やったね。いや、今も使ってる。今使ってるのはもっともこもこのなんかふわふわのやつ使ってる、白の。去年買ったんですよ。でもそれがなんかあの洗い替えするときに、そう、乾きづらいから買っとこうと思っても一個買いました。まあでも意外と薄いかもしれん。まあでも寝てる間の、寝てる間多分もう感覚ないから大丈夫。え、そうよ、空さん、なんかだって違うんですよ。私がアンナちゃんにスキピーって言ってましたよねって言ったら、スキピーじゃないよ、大好きピーだよって言ってきたから、もう知りません。もう知らん、もう知らんよ。え、なんかパンちゃんさ、ねえ、宮島に行きたかったです。私、秋になったら見に行こうって夕日を言ったのに。本当にね、寝る前の人、寝る前か寝起きかみたいな人の配信見てくれてありがとうございます。ありがとう、これありがとう伝えてる、常にありがとう伝えマンです。これからたくさん起用レッスンで、これダンスの先生にもダンスを教えてくれてありがとうの気持ち思って行きます。ふくちゃん、ハイタニカありがとう。え、そうなの、来月末が、え、そうなの、まだもみじ紅葉まだなんですか。じゃあ来月か。そっか、来月私の誕生日終わったぐらい。松前さん、バラありがとうございます。ありがとう。え、これありがとうだよね、違うんかな、なんか違う意味があったりしますか。ありがとう、え、普通にシンプルありがとう。これなんかありがとうっていうさ単語があったりする、なんか違う読み方みたいな。ありがとうよね。どういたしまして、どうしよう、誰かどういたしまして来てきたら気まずい、気まずい。私英単語分からんから、これローマ字だよね、ありがとう。なんかジェラートみたいなさ英語じゃない、これジェラートに見えてきちゃう。ありがとう、ありがとう。こんばんはね。私がメガネをするときの悩みが一つあって、ここのこれが引っかかること、こうやって、あとなんか鼻筋が太いんか分からんけど、ここのこのメガネのさ、この止めるやつが
跡がつくこと、それでメイクが落ちること、そしてマスクをすると眼鏡が曇ること、冬とかとかに困ってますね結構。どうしたいんだこれ、本当に嫌だこれこうやって直さなきゃいけない。もうあとなんか重たいこのメガネが、シンプルに服屋さんのなんか服屋さんとコラボしたメガネだから、なんか軽量重視じゃなくて多分今時の形重視みたいな、デザイン重視みたいな感じ、重いから普段はつけてません。普段はもう茶色の縁のめっちゃ軽いメガネをつけてるんですけど、こっちの方が小顔に見えるかなと思って、これを今配信始まる直前に付け替えました。何でも種明かしする私。ひりやすみさん、コウモリ50匹ありがとうございます。私は値段重視で買うメガネは、もうねデザインとかわからないので、安ければ安いほどいいかなって感じです。なのでこれです。これで視力はどれくらいだろう今、でも結構下がってると思います。あと片目だけ乱視がありますみたいな言われたこの前、でも何も対策してない、どうしようと思って。こんばんは。そう、余白なるべくここの顔のなんていうの、顔の下半身が余白が消えるやつがいいから、これは消えます結構。結局ナースなの？何が？私はナースじゃない。何？こんばんは。度が強い。度が強いってさ、どれくらいからですか？なんか私が働いてた頃の職場の先輩がいたんですけど、その方がなんかお風呂用のメガネとかを置いてるって言ってました。もう本当に見えないから。コスプレはナースじゃないです。全然ナースは別日にあるからナースじゃないです。メールで前送ったことのあるやつを、ちょっと見せますって言ったやつ置きます。ナースじゃない。お風呂用とか、なんかいろいろ家中に置いてるって言ってました。寝る前用とか。お風呂はまだギリギリ見える、メガネなくても。でもさあ、裸眼の人のさ世界がどう見えてるのか分からんからさ、羨ましいなと思う。増田さん、コウモリ10匹ありがとうございます。こんばんは。パジやあ、なんかさ、クリアに見えとんかなと思って。もっと、私ももともと裸眼だったけど、裸眼の頃はメガネの人に憧れがあって、ちょっとで視力検査の時に見えるのに見えるのに見えませんって言った小学生時代の記憶がねあるよね。まあ結局 A でしたけど、視力 A だったけどね。 A が一番いいんですよ。でB になったらなんかメガネ、授業中だけメガネみたいなやつになれるよって聞いて、
見えませんでしたけど普通に A でした。やっぱ嘘よくないよ。バレてた。やっぱ小学生の頃のさ、そういうのってバレるじゃん。ね。だから普通にずっと20歳ぐらいまでずっと視力良くて、で、あのスマホを持ち始めてからだんだん下がりましたね。夜な夜な布団に潜ってスマホするからさ、家族が同じ部屋で寝てるから、川の字で寝てるから、私の実家だから家族に携帯のライトがこういったら寝れないじゃないですか、家族が。だから布団に潜って夜な夜なね、こう動画見たりとかしてたんですよ。そしたらもうどん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 視力悪くなって、免許を取った頃にはもうメガネを作ってくださいって言われて作りました。作ったんよ。そう、実際こうメガネが必要になると裸眼の良さが分かる。本当にないものねだりだなと思いました。でもなんかお母さんが言ってたんですけど、あの視力がいい人ほど老眼になるスピードが速いみたいな聞いて、どっちがいいんだろうって思って、どっちがいいんですかね。しんちゃんさん、レインボースターありがとうございます。シェンさん、花束ありがとうございます。私のお母さんも言ってたもん、もう老眼だわって言った。どうやってわかるんだろうそれ、見えなくなってくるの、どうなんだろうか、すぐわかる、あ今日来たわみたいな、そんな感じ、徐々にかな今日、あ今日なんか朝起きたら、あ今日からだみたいなあ今日から私、そんなんじゃないか、徐々にか、もしかしたらみたいな、それが確信に変わる感じ。近くのピントが合わなくなります。私大丈夫かな、50過ぎたら旦那と、お母さんまだ過ぎてない気がする。早いんかな、やっぱり視力がいいと。でも緑を見ると回復するって言いますよね、視力遠く見えるようになるの。そうなんだ。じゃあライブとかに、ね、来たらめっちゃ見えるってこと？スタンド席からでもめちゃめちゃ推しメンの前歯に青のりついてるわみたいな、そんな見えない？対処策、解決策ないんかな、こうしたらいいよみたいな。見たくないものが見なくていい、済むようになるから幸せ。そうなの？それはいいね、それはいいね。まあ世の中さ、見たくないものもあるじゃないですか、お化けとかね、請求書とか。いいね、見えなくなる、その老眼そういうことではない。関係ないか、心の問題だった。こんばんは。請求書といえばさ、今週ドクター X もうすぐだ、早く木曜日にならんかな。私木曜日がさ楽しみ、毎週ドクター X も科捜研もあるし、今日月曜日だから、あと今日寝たら火水木3日後です。ですね。そう、請求書とメロンといえばもうドクター X。でもなんかみちこがさ友達って感じだけど、みちこがさなんかトラブルに巻き込まれるの悲しい、
平和に暮らしてほしい。あんなにさ、たくさんの人の命を救ってるのにさ、みちこが悲しい気持ちになるのはさ、あのおかしいよおかしいよ、絶対に。みちこ、みちこはさ、一生あの卓球とかしてさ、幸せに暮らしてほしい。温泉とか行って。ふーさん、お化け15匹ありがとうございます。17だった、ありがとう。だって悲しいよそういうドラマだけど。みちこ、みちこっていうのは主人公です。ああ。ドクター X 見てたら近所が出てきてびっくりしました。いいな、すご。撮影してたってこと？会社の近所で。すごい。この間指原さんのさ YouTube 見てたらさ、あの北原理恵さんと大家さんとなんか昔住んでた寮に行くみたいな動画があったんですよ。そしたらなんか花壇の映画の撮影をしてたみたいな話をしてた。レッスン帰りに通ったら花壇の映画の撮影をしてましたって言ってて、わおってなりました。東京ってすごいってなった。だって絶対ないもん、広島そんな花壇の映画とかあの本通りらへんのイルミネーション撮らんかな、誰か映画撮らんか。ベレッタさん、バラありがとう。誰か芸能人おらんかな、広島に。誰かさ、本通り歩いてや、芸能人歩いてよ、見つけてみたい。芸能人やって なってみたいです。ロケ弁、ロケ弁がロケ現場はさない日本語を喋ってしまった。存在しない日本語でした。ロケ現場に遭遇とかしたことないよ。あの博多の、博多じゃない、天神の、福岡の天神を歩いとったらよく、どうもっていう深夜に放送されてた九州の番組のテレビカメラよくいたけど、それ以外見たことないかも。遭遇。プーさん、花束ありがとう。お夜勤頑張ってください。ファイト。大変だね、夜寒いから気をつけてください。私も芸能人か。そうか、本当に私分からんかもしれん。街、なんか東京にさ、お仕事とかで行ったりするじゃないですか。で駅歩くじゃん、芸能人いるかなって見るけど、みんなマスクしてるから全然わかんない。もしかしたらすれ違ってんのかもしれない。私が例えば靴紐をほどけてないかなって見た瞬間とかにすれ違ってるかもしれないけど、絶対わかんない。唯一すれ違ったことのある芸能人はアベコリーさん、 HKT の卒業生のアベコリーさんは天神ですれ違ったことがあって、めっちゃオーラがすごかった。私もそうなりたいと思いました、その時に。なんか向かいからさ歩いてきて、遠目からでも、わ絶対あの人芸能人だみたいなのになりたいと思った。仕事してるって見ることがある。すごい、すごい。すごいね。
全然会わないな。でもこの間ゆきりかに会ったな。ゆきりかに会ってしばらく歩いてて、そしてお店に入ったらゆきりかにまた会った。その間にアンピーにも会った。アンピーはその2日前ぐらいにもう街で会った。わあ、絶対なんかアイドルの人だと、アイドルっぽい人が前から来るなと思ったらアンピーだった。アンナだった。うん、芸能人会ってました、意外と。会ってたわ、よかった。メンバーはなんかさ、服装、普段の服装とかレッスン着を知ってるから、もう服でわかるじゃないですか。服とか持ち物、バッグの持ち方とか、なんか歩き方、あ、そう、昨日リネタも見た、街で。なんかね、歩いてたらだいぶ先も50メートル以上先に、あ、絶対あれリネタンだわって人の後ろ姿がいたから、写真撮ってリネタンに送ったら本人でした。絶対リネタンだなって、もう服装がリネちゃんは分かるから。分かった。生足出してさ、リュック背負ってたから、あ、リネちゃんだ。フリフリのなんか、なんていうの、厚底フリフリリュック、リネちゃんだ。あと歩き方、なんかこういうなんか肩のなんか動きが、歩き方の、あ、リネちゃんだなと思った。リコちゃんわかるよ。リコちゃんは絶対わかると思う。一回前間違ったけど、アリちゃんさんだったけど。ああ、そういえばそうですね、福田さんとも前会いましたね。そうだ、懐かしい。いつだったっけあれ、去年の夏とか秋、夏秋、そう、これくらいの時期だったっけ。なんか猫を一緒に探しに行かないって誘われましたね。そういえば夏か。そう、ああ大丈夫ですって断りました。猫を探しに行きませんかっていうお誘いを人生で初めて受けたから、どういうことだと思って、その時は。しかもまだ去年とか本当に先輩とはまだそんなにさ、今みたいにお仕事たくさんあるわけじゃなかったから、あっみたいな、あ、先輩どうして、緊張する、ドキドキ、まあ、今も緊張するんですけど、今以上に本当に緊張して、それでお疲れ様ですすれ違って、パスリーって呼び止められて振り向いてたら猫を誘われた。パスリー明日よろしく、配信したことありますよ。ふーさんから回ってきた。今回はね、今回はちょっとミクチャとかあるから多分回ってこないと思います。猫を、私猫を探すのしたことないからな。でも興味はありますよ。興味あるけど、でも私何も持ってない。猫が喜びそうなグッズ、なんか猫じゃらしとか持ってないもん。アイスは、アイスだったら行く。なんかリコちゃんのさ、いいねで流れてきたんですよ、ツイッターで。ハーゲンダッツの蜜芋タルトの新作みたいな、なんかメンバーのいいねでさ、いろいろ流れてきて面白いんです。わーって。ジョニーさん、コウモリ10匹ありがとう。コアシエンさん、お化け5匹ありがとう。お化け、もう、あ、アイスまんじゅうの新作今日からですよね。かりんとう味、
明日からさ、あれじゃん、明日からスイートポテト味が出るじゃん、昨日言ったやつ。リンコが配信でキャットフード食べてた、言ってた、この間公演の時、なんか昨日キャットフード食べたんよって言って、愛子ちゃんとリンコが話してた。なんか移動が一緒でなんか話を聞いてたんですよ。あ、なんか話してるなと思ったら、なんかキャットフード食べてみたいな聞こえて、えと思って見ちゃった、思わず。なんか私窓にこうやって寄っかかってたんですよ、そしたら聞こえたから、えってびっくりした。そう言ってた、なんか昨日食べたけどまだ口の中がキャットフードの匂いがするみたいな言ってました。うわーと思って、そうだろうなって思ってた。え、でもさ、ある、え、待って、リンコのお家さ、犬でしょ、飼ってるの、キャットフード買ったの、わざわざ、もしかしてどういうこと、買った買ったんですか、ウサギの餌も買ったの、なんで、ね、なんで、ね、本当になんかさ、この間からなんかコメント欄でみんながリンコの情報教えてくれるけど、なんか普段一緒に活動してるのに何も私って知らないんだなって。友達にやる予定だったやつ、え、友達、あ、友達が猫飼ってるってこと、あ、そういうことか、びっくりした、友達がそういう趣味か、でも気になるね、そんな言うなら。美味しいんでしょ、うさぎの餌、でも栄養ありそうね、栄養あるでしょうね、調べてみようかな、ちょっと iPad、 ああ違うじゃん、私 iPad 充電切れてんだった、充電器ない、なかったです、充電器なかったですね、髪がどんどんバサバサになる、充電器ない、近くに、私充電切れてる一生 iPad、 ちょっと終わったら調べるね、メモせんくても多分インパクトありすぎて覚えてると思います。もう半年は持ってるけど結構つけてない気がする。最後につけたのショールームでなんか調べた時だよ、なんか徳島のお土産かなんか調べた時かもしれない、夏じゃん、徳島のツアーに行く前にお土産を調べますみたいな配信した時かもしれません。 iPad 使わない、だってすぐ充電さなくなるから、充電しても充電してもさ、なくなる、え、そうなの、充電ない状態良くないの、え、しなきゃ、そしたらじゃあ今日寝てる間にします、忘れように置いとく、机に置きました。え、ずっと買ってからずっとさ、なんか画面が大きいけんか分からんけど、スマホと比べてすぐ充電なくなるなと思って、だからもう全部スマホでしてる、フリ動画とか見るのも全部、もともとはなんか自粛期間中にあのフリ動画を覚えるために買ったんですよ iPad、 けどね iPhone の方がね手で持って見ながら踊れるから便利って気づきました。あれ、なんだ、なんか私なんか分からん、一生懸命さケース外してたちょっとやばいやばい、急になんかあれってなった、なんで、えみたいな、なんで今私ケース外してるんだ、やばいやばい、ちょっとおかしくなっちゃって、充電しとく、そしたらだって寿命短いの嫌だもん、
だって私のお家に誰もみちこいないし。充電します。ちょっとこっちに置いとく。ゴミ箱のさ近くに置いとく。そしたら絶対目に入る。ダルさんハートありがとう。誰も道子いないからね。あ、これも捨てなきゃ。え、待って、どうしよう。え、どうしようかな。これさ、さっき紹介したこのさ敷きパッドみたいなやつさ、袋に戻しとった方がいいかな。ほこりつくよね。戻しましょう。早く使いたいな。でもこれでもなんか新品の匂いがする。これじゃ安眠はできないので、ちょっと洗いたいけど、なんか最近天気悪い日が多くて難しい洗ったりするの。今日私が送った失敗メール見ましたか？私が最近失敗したことを箇条書きにしたんですけど、本当はもっとある、本当はもっとあるけどね、覚え出せなかった。あれ、これどうやってなってんだ。違った、畳み方が違いました。よし。え、私冬を生きていけるか不安です。こんな寒がりなのに。手の甲治ってきました。だいぶ治った。薄くなった。なんかレッスン場の鏡に布がかかってるんですけど、布をバンってこうやって自主練待ってる布をバンって戻そうとしたら、鏡で強打したら預かってきた。でも無事です。みちこは不要です。で、去年私どうやってさお風呂入ってたんだろう。寒すぎて本当に無理なんですよ、お風呂。だから今日早く入りました。捕獲した、捕獲してました、捕獲してましたね、捕獲しました。ツナ缶は、ツナ缶そうだよ、蓋を閉めたままやったのに出てきた。蓋はついたままでしたよ。でももう出てきた半分。困ってる。ダルさんお化けありがとう。コウモリもありがとう。コウさん青いやつありがとう。何なんですかねこれ、さっきから何者なの。何？ノンオイルだよ、ツナ缶。ノンオイルのやつ。ヘルシーなやつ。ライトツナ。ってやつ。だから元々ない油分を切ろうとしてるから多分落としちゃった。え、そう。蓋開けて、ペリペリってめくって、一回閉じて、その蓋の圧で湯切りをして、湯切り湯切りではない、油分切りしてます。カラスなのこれ。結構ペンギンみたいなフォルムをされていらっしゃる。されていらっしゃいます、ね、ペンギンかと思ってたよ、ずっと私。キワ兄さんコウモリありがとう、10匹。ダルさんペンギン2匹ありがとう。ペンギンありがとうございます。ありがとう、ありがとうが消えてた。出してこう。
あ、ペンギンじゃん。違うの。今日喋り方がもう寝る前の人の喋り方だね。今日も昼休みさ、ペンギンありがとう。ともちさん、ペンギン。いっちゃん、ペンギンありがとう。ペンギン人気じゃん、ペンギン。パス。はい、パス。何ですか、パス。私定型文変えてたっけ。セーターアンティーのやつとか変えたよね。この間ちゃんと手に書いたやつをちゃんとしました。かまちゃん、棺ありがとう。仕事に戻ります。頑張ってください。おやすみなさい。頑張ってね。遅くまでお疲れ様です。頑張って。代わりに私が寝とくし寝とくし食べとくし気にせず頑張ってどういうこと。凛太郎さん、お化けありがとう。私が代わりに全部やっときますね。掃除とか家事とか。いや、私もなんかもう寝れんわってぐらいまで寝てみたい。一回なんか起きちゃうんですよね。起きてしまうんだよね。なんかさ、4時に寝るとするじゃないですか。で7時に目が覚めるじゃないですか。でももうちょっと寝れるなみたいな。11時に起きればいいなって日でももう起きちゃう。もう起きとこうと思って起きちゃう。なんでだろう。ダルさんありがとう。スタンプとお疲れありがとう。こちらこそお疲れ様起きてしまう。いや、起きさんじゃないよ起きさんじゃなくて起きちゃう違うんよ。でも私最近もうさ、前みたいに発作出ることなくなりましたよ。あんなにさ、前はさ、もうさ、コメント欄の名前見るだけでさ、ヒャーみたいなヒャーンとか言ってたのに、もう最近は平常心になった。だって文字だもんと思って、本人じゃないもんって思って平常心。久々、こんばんは。もう大丈夫だよ。いくら言われてもね。そう。というかもうなんか合わなすぎてさ、合わなすぎてなんかもう存在、本当に同じ世界で生きてるのか疑い始めてる最近は。本当にこの世に存在しているのだろうかって思ってるから、こんばんは、うん、困っちゃうね。そうだよ、もうなんだろう、さ、なんでだろう。だってありえそうじゃん。なんかさ、そういうのありそうで怖いんですよね。なんかちっちゃい頃からそういうの考えちゃう。ずっと、例えば私がずっとさ、パンちゃんパンちゃんって言ってるじゃないですか。でも本当はパンちゃんという存在はいなくて、私はずっとなんか夢の中で生活してるんじゃないかとか思っちゃう。
思わない？そういうの。目が覚めたらなんか今生きてる世界は夢なんじゃないか、実験台として夢の記録を取られてるんじゃないかとか思わん？そういうことを私ずっと思ってたよ、ちっちゃい時から。思わんの？私だけ？え、パンちゃんはね、儚い存在が。え、私もカフェに行けばよかったな、やっぱり今日。なんで断ったんだろう。後悔し始めた、反省会始まっちゃう。ダメダメ。いや、サーヤも儚い。いや、本当にあの二人は、え、本当に存在してますよね、高崎彩子って。本当は私が作り上げたさ、なんか想像上の人物みたいなないよね。みんないるよね。美穂は存在する。でもなんかたまにさ、え、今日もなんかさ、メンバーと LINE とかしててさ、なんか、え、私本当にメンバーと LINE しちゃっていいんだろうかみたいな思っちゃった。え、みたいな、私メンバーの連絡先持ってるじゃんと思って、え、 LINE してるわって。メンバーから今日これ食べたよとか来て、え、アイドルの食べたものを知って大丈夫とか思っちゃった今日。ね、そういう、なんかそう、普段そういうこと考えないけど、今日なんかね、そう思ったよ。そういえば何時ぐらいだったかな、夕方ぐらい、3時か4時ぐらいにちょうどそういうことを考えてた。ジロ君ハッピーハロウィンありがとう。私は幻みたいですかね。私は存在するよ、結構。結構ではない、一人だけど、世界に一人だけど存在してますよ。ボサボサしてきたよな。ハンマで配信するね。したらハンマで配信したら、あのメイク落として布団に入ったらお休みメール送ります。それで21時には寝る。絶対無理だけどね。私の理想はそれで、現実は配信終わった後は、あーってふーってここで一息ついて、よし、メールの返信見るかってツイッター開いて、そしたらあのメンバーの投稿を見て、あ、この人こんなとこ食べに行ってる、あ、これ美味しそう、調べよう。1時間経過、2時間経過、あ、服見よう。3時間経過、あー、メイク落とさなきゃなーってしてたら12時とかです。え、だってツイッターさ、え、ツイッター閉じた瞬間にツイッター開いちゃうやつやっちゃった。なんか噂に聞いてたやつだと思って。よくさ言うじゃないですか、ツイッターを閉じた瞬間にツイッター開いちゃうって。これじゃんって思った。最近それです。私もういつもそんな生活してるの。あ、そう、私早寝部に、そう、でもまだ入部届出してないから、アンナちゃんに、だからまだ大丈夫。え、本当に開いちゃう。てかツイッターを閉じた瞬間何するか忘れて、とりあえずツイッター見とくかみたいな思考になって開いてしまいます。いや、メイクをね、そうすぐ落とせばいいんですよ。でもさ、何、もう立ち上がれないんだよね、困ったことに。確かに早起き部だね、私って。アンナちゃんは本当に偉いと思いますよ。毎日毎日毎日おはようをツイートしてさ、可愛い、あのなんかサメかなんかに食べられてるやつ
かわいい、かわいいのでいいねしました。今日もさ、ちょっと今喋ったよだれちゃったすいません、すいません、本当に。クロさん、棺ありがとう。おはよう配信はしないですね、メイク間に合わないから。むくんでるし、朝は極力夜する。やだよ、だってさ、それで配信嫌になりたくないもん。あー、寝なきゃみたいな、それがなんかプレッシャーになりたくない。楽しくしたい。もう、でも寝れそう。でも今日ね、お昼寝しちゃったんですよね。そう、朝は寝たい。あ、何時に起きなきゃみたいなさ、なったら嫌になっちゃいそう。義務感になっちゃいそう、毎日しなきゃって。それは嫌だ、それは嫌なので、今まで通りしたいときに配信をしたい。こんばんは。絶対寝ないと思います。絶対無理だ。あ、待って、モンハンじゃん。やばいやばい、メイク落とす時間が来ちゃった。立ち上がれない、そんな。グレープフルーツさん、コウモリ10匹ありがとう。やばいよね、寝なきゃ絶対寝れない。寝なきゃと思ったらなんか眠気が覚めてきたもん。夜更かししようって思ったら寝れるかな。そう、早起きしてもすることない。そうなんですよ、毎日さ、ご飯食べた後さ、どうしようって、自習の時間までまだ時間あるわみたいな感じで、テレビ、とりあえずテレビでドクター X の再放送とか科捜研の再放送とか見たりして、でも土日ないんです、再放送が。だから今日月曜日じゃないですか、だから土日ないから見れないよ、昨日の分とかがないから。毎日見ちゃうから、あーどうしようどうしようと思ってニュース見て。こんばんは、こんばんは皆さん。ヨガでもしてみようかな。でも一回私リコちゃんとさ、ヨガしようって言ってたんですよ、あの去年の夏頃、お泊まりをしてた頃にヨガをしようって、これから毎日一緒にしようって、三日坊主になるから二人だったらできるよって言ってヨガをしたんよね、よ夜に寝る前に。そしたら一日で終わっちゃったから続かないんですよね、ヨガ。30分来ちゃった、終わろう終わろう。本当に三日坊主なんですよ私って。そういうなんか好きなこと、自主練とかそういうこういう配信とか、もう自分がさ、特になんていうの、義務感を感じずにしてるものとかは続くんだけども、筋トレとかストレッチとかなんかちょっと、あ筋トレかみたいなのが続かない、あ今日も筋トレかなっちゃう。だから自主練とかは続くんですよね。そう、アイス禁止とかもそう、そうだからさ続かないんだよね。あれあるじゃん、断るあるじゃないですか、そういうことかってなるよ。
でもね、最近はちゃんとストレッチしてから寝てるし、起きてからもしてるので。でもまだ2日目だから頑張ろう。過去一長続きしたことなんだろう、生きることかな。なんだろうな、なんでしょう。アイドルが好きなことは長続きしてる。冷めやすいけど、私ずっと好きだもん、アイドル。アイドルが好きなことですかね。ちっちゃい頃から好き。生きることはね、23年と11ヶ月やってます、今のところ。どんどん更新してますね。うん、毎日配信も確かにしてるけど、なんか私毎日配信はもう習慣化してるから、もう生活の一部なので、なんか続けてるっていう実感はそんなにないです。帰ってきたら配信って感じで、全然なんか、うん、こんばんは。全然なんか、みんなファンの皆さんがさ、毎日配信は大変なのにありがとうって言ってくれるけど、全然私はただお腹の音聞いてもらってるだけだから、全然こっちこそありがとうって感じですよ。聞いてもらっちゃって、アイスの話とかさ、アイスの話聞いてくれる子も最近もうみんな聞いてくれなくなったから、ファンの皆さんしか話す人いないからいいんですよ。ああ、寝る時間が近づいてきた。配信楽しいですよ。楽しいよ。だってさ、だってなんか知識が増える。私のルームって、私がわからないことあったらみんなが教えてくれるから、知識増えるし楽しい。勉強してるっていう感じじゃなく、知識が増えるのがすごく楽しいなと思います。こんななんかお風呂上がりで配信しちゃってごめんね、今更だけど。え、寝れそう。このままもうここで寝ようかな。この間ここで寝ちゃったんです、この布団で。風邪ひくよね。あ、でももう今だったら寝れるけど、一回顔洗ったら目がさ起きちゃう。うん、寝ようかな。なんかこの間リコちゃんが配信中寝ちゃったみたいなの聞いたもん。かわいい。もこもこ、もこもこ好きなんですけど、もこもこってすぐなんかさ、毛がさ、最初買った頃の毛じゃなくなってくるじゃないですか。それがちょっとね、悲しい。時の流れに逆らえない感じが悲しいなって思います。もこもこ、じゃあ終わろう。待って、今40分に終わるとして、45分までにメイク落として、もう布団に入る。そしたらもう寝れるでしょ。やばいかな、無理かな、どうしよう。無理だね、絶対無理だ。うん、45分までに終わって、45分までに終わって5分で落として寝る。歯磨きして寝る。水飲みたいな。水を飲みたい。ちょっと待ってよ。え、今度布団から配信してみようかな。そしたらすぐ寝れるじゃないですか。あ、でも待って、ダメじゃん、すっぴんだね。それはほぼすっぴんだったらいいけど、今日みたいな。でも完全すっぴんはね、ちょっと厳しいね。結局起きなきゃじゃん、それ。でもいいね、布団。でも舐めてるよ、それは。舐めてない？大丈夫？
大丈夫かな。スピンね。レッスンの時とかほんとスピンだからさ、なんかあのライブの時に化粧バチバチの状態でメンバーとさ話してる時とさ、そのスピンの時話してる時とさ、なんか違う気持ちが、目合わせるの恥ずかしいもん、すっぴんの時。今もなんかちょっと恥ずかしくて、今日あんまり画面見れない、キョロキョロしちゃう。じゃあいつかしよう。でもアイコみたいに腹筋配信を絶対にしない、アイコの配信を見て絶対にしないと決めました。私は腹筋500回みたいな、絶対に10回で無理だからしないって決めた。ああ45分が来ちゃうじゃん。もうちょっと配信しようかな。やだ、メイク落としに行くの寒いもん、あっち寒いもんな。寒いからな。でも夜になるにつれてどんどん寒くなるから、今が一番寒くないかもしれない。頑張ろう、仕上がろう。スクワットさ30回ならいいですよ。でも画面外ね、そしたら画面外だったらいいけど、あと恥ずかしいもん、なんかスクワットの体勢ってなんか人に見られるの恥ずかしい。じゃあ終わろう、終わります。皆さんありがとうございました。今日も終わります、ね、恥ずかしい、この顔で配信1時間もしてたの。ほんと大丈夫かね。まあレアですね、レアということで、はい、珍しいよねメガネは最近は。終わろうね。みんな褒めてくれてありがとう、言わせたみたいになっちゃったけど、ありがとうございます。じゃあ終わります、いきます、いきます。13位マフェリアスさん、12位ジュナンリカベグレさん、11位カマちゃん、10位しんちゃんさん、9位フクちゃん、8位ダルさん、7位クアドリさん、6位ともちさん、5位カメさん、4位スプマンテさん、3位ヒリアスミさん、2位ジロくん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。終わります。布団に入ったらお休みメール送るから早く入ります。まあタイムラグあると思うんですけど、なるべく9時までには送信完了したいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではちょっと、あーやだー、立ち上がるな、ちょっとめんどくさいな、終わろう。バイバーイ皆さん、お疲れ様でした。月曜日また明日見てくれてありがとう。バイバーイ。